はい、こんにちは、クルペの岩崎です。今日はですね、リーグができなくなるようにするにはどうしたらいいのかっていうところをお答えしていきたいと思います。まず一つ目です。偏った食事になります。食事はやはり1日3食ですね、取るのが理想的となっております。まあやはり朝昼晩で取ることによってきちんとした体のバランスも整えますし、栄養もしっかり取ることが大事になります。枝毛とかを気にされる方はしっかりと朝昼晩としっかり食べてください。髪の毛はタンパク質でできてますので、食事がバランスが取れてないと髪の毛のやはり栄養に行き渡りにくくなってしまいますし、血行が悪くなって肩こりになったりとか、そういったところにも最終的には出てきてしまいますので注意してみてください。2つ目です。2つ目はですね、良質な睡眠です。睡眠はお肌にもいいし髪の毛にもいいし、やはりもういいこと尽くしです。睡眠をただ8時間取るんじゃなくて良質な睡眠がいいそうなんで、ぐっすりと深い睡眠を取ることがおすすめかと思います。では3つ目です。3つ目はですね、女性ホルモンが原因となります。やはりホルモンのバランスが崩れてしまいますと、どうしても髪の毛がもろくなってきてしまいます。女性ホルモンを分泌させるためにはやはりキュンキュンすることが大事なそうです。そうすることによって髪の毛も綺麗になるし、お肌も綺麗になります。男性の方はこの動画を見ていたらですね、奥さんや彼女に少し愛情のある言葉をかけてみてください。僕は一切かけてません。今日はですね、この3つをご紹介させていただきました。コメントにいただけた TikTok やインスタ、YouTube ですね、こちらがコメントいただけたもので、動画を作っていこうとも思ってますし、美容ネタもぜひ撮ってますんで、そっちも見ていてください。それでは明日も美髪に、バイバイ。